はいえそれでは令和六年の第一回担当式試験監査論え二千二十三年十二月実施のね担当式試験回答速報を始めていきたいと思います担当レックセンに越し草加ですよろしくお願いいたしますえまずね担当式試験お疲れ様でしたそして監査論どうだったでしょうか。 えー、今回はですね、まあ、あの受験者数とかね、えー、いろんなことも考えて、まあ、あの合格ラインというのをね、えー、我々として想定するのを出してみたんですけれども、えー、まず早速見ていきましょう。えー、早速移しますが、えー、今回ね、まあ、こういった問題で、えー、全20問。 で形式は全部正しいものの組み合わせを選ぶ問題でした前回はね、えー、あの歴史を順番に並べて2番目と3番目に来るものみたいなものがありましたが今回はまた標準的な正しいものの組み合わせを選ぶ問題だけでしたねで、えー、全て5点の20問で、えー、100点満点と、ね、いうことです でえー、正答可能性を、ね、つけてみてこれ一個一個見ていきますが、えー、合計すると正当可能性高い問題が13問ありましたそして中程度が6問で低い問題が1問ということでまあ蓋を開けてみると前回とか前々回とかね、まあ、比べても今回の方が解きやすかったのかなというところです。でえー、我々はまあ13問問可能性高い問題ありますが ここはですねまあ頑張って12問取っっててほしいいいなとううふうに思っていますで中程度の問題は6問中、まあ、ここは半分でいいかなということで3問定は取れなくていいのでそうなるとですね 12+3 で、えー、合格ライン15問、まあ、75%程度というふうにレックとしては想定しております。ね えーまあ、70%でもどうなのっていう意見もあるんですがちょっとね、まあ、受験者数とかそういったものも考えると、えー、難易度的にはね、えー、そんな簡単な試験にはならないだろうということで、まあ、厳しめっちゃ厳しめなのかもしれないですが、まあ、そこねいろんなところを勘案するとやっぱり75点取ってほしいなと 75%15 問程度15問取ってほしいなというふうに思っています。ははいでは えー、具体的にというかねまあ,あのそんな時間もないですのでざーっと全体見ていきたいと思います。で、えー、先にこれタイトル見てください出題内容ねこれ問題文の、えー、タイトルをそのまま書いてますが何ていうんですかねあんまりそれ意味ないかもしれないですけども今回長いいタイトルがやたら多いんですね、えー、これ2行になるものが結構多くてまあ,あの細かくね出題内容を指示してきたなというところであります。 まあ、ただね、えーまあ、そのぐらいですかねあとまああの特筆すべきとすれば市販機レビューはやっっぱり出なかったんですね範囲には入ってるけれども四半期レビューね第1と第3が廃止になるといった話もありますので、えー、まあ,あの出なかったと。 とということとあとは、えー、監査人の交代みたいな話っていうのはね後半に出るような話だったのが問題8に出てるとかあと保証業務も大体問題10で出てるのに問題7になってたとかねまあそういったところですかね。で品質管理の問題が問題9で、えー、問題10の審査もこれもね品管ですね品質管理基準報告書品規法の2号の話。 えー、ですので、まあ、90で品質管理が出たなというところですねで11、12で、えー、備えるべき資質とか正当な注意、まあ、こういった、ね、主体論的なところは毎回この辺で出てますとで、えー、その後はまあ一般的な換気法に出てくるような話ですよねで最後に不正リスク対応基準ということです、えーでえーまあ、正当可能性、ね、低い問題は問題2としています、まあ、これを一個一個じゃあ見ていきたいと思います、はい、では まず問題1はですね、財務諸評監査に関する問題でした。で、えー、これはね、正当可能性高いとしております。で、えーっとまあ、ポイントだけねあの、細かく解説する時間ないので、ポイントだけばーっと見ていきますが、まずですね、あのところの、えー 合理的に経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる虚偽表示がない、まあ、つまり重要な虚偽表示がないことについて意見を表明するこれがね財務省監査の目的だから「まあ」あはもう絶対「丸ですし「えー、い」のところでね 監査は原則として示唆だと、してだで精査はあの、ね、時間とか費用がかかるそして財務省監査の目的は全体としての信頼性を保障するということでねあの全て正しいとかねそういうことではなくて部分的にこあの細かい部分で正しいってことじゃなくて全体としてね正しいっていうことをまあ合理的に保障すると。で有効な内部統制の存在があるので精査は必ずしも必要じゃないというまさにね、えー、示唆採用の根拠が書かれてるのでここもあると。 いうことで「すね。で、う」はまあ絶対的な保証なんていうのを与えることはできないし「えー」えー、のところもですねこの会計士協会が公表する、ね、指針 で会計士協会が公表するものっていうのは全てが実務指針を構成するこれもねです、ね、過去の,あの本試験で出てますよね、はい、あの例えば会計士協会があの公表する実務ガイダンスとかですねあとは、えー、周知文書、ね、こんなものは実務指針構成しませんよっていうのは換気法の序の3項に、ね、書いてありますんで、まあ、ここは「あい」が「丸だし「うえ」が「×」だということで、まあ、これはねでき,るできてほしかった問題ということになりますね。 ははい、えー、では次いきます、えー。次は問題2です。我が国の、えー、公認会計士監査制度とその歴史的経緯等だ、まあ、これは、ね、ちょっと難しかったと思うんですよ。まず えー、あ,です、ね、あの,この戦前にも例えば商法上の監査役監査といった法定監査の制度が設けられていたと、まあ、ここら辺知らなかったよという方は多かったと思いますが、まあ、これは正しいんですね。で、えー、戦後はこうした旧来の制度とは別に、まあ、証券市場法制が整備される中で例えば証券取引法とかねこういったことによって公認会計士監査制度が新設されたと、まあ、ここをね丸にはなかなかできなかったと思うんですけどもこれは丸なんですね。 はい、で「い」のこのね、えー、会社法の監査ですけどもこれっていうのはまあ資本金5億または負債200億円以上の大会社は会社法監査、ねえーまあ、会計監査に設置しなきゃいけないのでその結果として会社法監査が義務付けられているでこれはですねあの昭和の49年かな商法、えー、特例法による監査 でえー、これもですね大会社の監査が義務付けられているのでこの会社法が制定された時に創設されたわけではないということでまあここもね実は過去問題似たような問題があるんですけれどもなかなか難しかったかなというふうに思います。うん、でえー、っと先に絵に行きますけども絵のね内部統制報告書とその制度は上場会社による大規模な解決戦が相次いで発覚したことから米国の制度まあ US のねえーえー サーベインズオークスリー法っていうねアメリカのまあ制度、サーベインズオークスリー法、ソックス法に基づく内部統制報告制度と内部統制監査というアメリカの制度に基づいて日本版で制定したということで、まあ絵は絶対丸なんですね。で右のこの監査法人が合併によって大規模化するにつれてここですね従来の 無限責任社員による法人制度は現実的じゃないと、まあ、責責任任の話ですよね無限責任は現実的じゃないとそのために設けられたのが「特定社員」とか「有限責任監査法人制度」と書いてあって一見ね丸にしてしまいそうなんですけどもこれ、ね「無限責任社員」による法人制度が現実,じゃないので現実的じゃないので「有限責任監査法人制度」とかあとは「指定社員制度」が創設されたとこれならいいんですよね。特特定定社社員員っってて何かとというと特定社員って これね、えー、指定社員じゃないですよこれ指定社員だと思って丸にしちゃった方はねこれはダメですよ。特定社員っていうのは会計士以外の社員のことね例えば IT の専門家とか弁護士さんとかね不動産鑑定士さんとかそういった人が会計士協会に登録してなれるのが特定社員ということでこれは別にですね責任の話とは関係ない。 ねえー、まあ監査が複雑化する中でいろんな専門家を監査法人に取り入れようって話なのでここはあの指定社員って読んじゃったとかね指定有限責任社員と思っちゃった方が引っかかったということで「う」はツなんですね、まあ。ということでまあなんとか「い」と「う」がツにできればあと「って取れるのかもしれないですけどこれはね生徒可能性低い問題で取れなくてよかったというふうに思っております。はいこれが問題2ですでは問題3ですね。えー、問題3は 公認会計士および監査法人の独立性にかかる会計,会,計書の会計書の規定にかかる問題ということですね。で、えー、まず「あ」のところでこのね7年やったらこれ5年っていうのは筆頭業務執行者だけであって7年やったら2年休むっていうのがこれが、まあ、あの会計書法の,の基本ですよね。でえー、っと「えー」のところで。 会計士と監査法人は、まあ、大会社の監査するときは単独監査禁止されてるんで、えー、他の公認会計士を補助者として使用するかまたは 他の監査法人と共同しなければならないということで、まあ、これ共同するのがですね、他の監査法人って書いてありますけど、別に他の会計士、えー、事務所っていうかね、他の個人会計士でもいいわけですよ。だからあの補助者として会計士を使うか、他の公認会計士、単独の公認会計士でもいいし、監査法人でもいいので、他のこう監査法人とというね、ここに限定されているところが誤りということになります。 とということで、あと A が×だと分かれば、まあ、答えが出るしあとね「イ、えー」e、のところでちょっと迷っちゃったかもしれないんですけどもその社員が内部監査人としての業務を、ねえー、やって、えー、継続的な報酬を得てると、えー、監査証明業務を行っちゃいけないこれはその通りで、ね、内部監査人っていうからいいかなと思った方いるかもしれないですけども内部監査人って、えー、これは会社の使用人ですよね。 だ使用人であってその使用人がその会社の監査を、ね、しちゃいけませんから「い、ね」ねまさに正しい選択肢だしあと、えー、この「う」のところですね「う」の、えー、監査証明を行った会計士は原則として、えー、その財務書類に係る会計機関の翌会計機関の終了までは、えー、当該会社の役員にはついちゃいけないということで、まあ、これまさにその通りですよね。なので、えー「う」も正しいということになります。 ということで、まあ、これはね「えー、あと」「え」で×にするか「い」「う」で丸にするかで、まあ、どちらでもなんとかできてほしい問題でしたでは次にいきまして問題4ですねあんなさい問題3は正当可能性は高い問題でした、はい、で問題4ですね問題4は正当可能性中程度としています 会計士にかかる禁止法の規定に関する問題で、うん、これはねまずあの「あ、うん」の U 法でね重要な虚偽記載がある場合に重要な虚偽記載がないと証明した会計士は刑事責任を問われることがあるということで、まあ、これを「禁止法に刑事責任の規定があるよ」ってことを知ってればね、まあ、これは丸なんですね。で「い」がね難しかだったと思うんですがここね冷静に考えると分かるんですよ。つまり この監査証明して、ね虚,偽えー、の監査虚偽の監査証明をした場合に損害と重要な虚偽記載との間に因果関係がないことを証明しない限りって、ね、損害賠償責任を負うって言ってますけどこれどうでしたっけ損害賠償責任を負うか否かの判断って正当な注意を行使したかかどうかですよね虚偽記載と損害との間の因果関係の証明なんてこんなことは作り話ですから意は誤りなんですね。これちちょっっっとと迷っちゃったかと思います で、うん、虚偽の,あの監査証明した場合の一部または全部の不受理措置これはその通りですからねこれは正しいと。で絵の法令違反事実の場合はねこれはあのその事実が財務省の適正性の確保に影響を及ぼす場合ですから及ぼすか否かにかかわらず通知っていうのはこれ誤りということでまあ、うん、ここはね中ですけど中の中ではできてほしい問題だったというふうに思っています。はい では問題 5, です、ね、問題5これは正当可能性,と可能性が高いとしています、えー、会計監査人および会計監査人の監査にかかる会社法の規定に関する問題ですね。であの、うん、これね、えー再,えー、と再任しない旨の決議がない場合は再任されたものとみなされるまあここは、えー、企業法でも勉強されてるかと思うんで、まあ、この特に問題5はね 企業法の勉強との知識と合わせて勉強した知識と合わせればねなんとかできて欲しかったなというところですね。あは正しい。で、いの会計監査人設置会社は会計監査人だけがね監査をするわけじゃなくて監査役もね監査しますよね。ただ監査役は会計監査人の監査の方法が相当じゃないとかどうかとかねそういう観点からであったとしても監査役も監査しますからいは×と。で、うのこの 業務及び財産の、ね、調査権の子会社に対する、えーね、業務及び財産の調査あとは会計に関する報告を求めるただ正当な理由があれば拒めるとまさに正しいですよねこれはもう超典型論点ですであと絵の、えー、監査をする会計監査人が監査をする、えー、計算書類ですけどこれ厄介の承認ってあの先に承認じゃないですよね 監査を受けた後に役会の承認、ねえー、あるいは、えー、総会の承認って話になりますから、えー、ここはですね先に承認ではないということでなんとかねここも罰にできればよかったということで、まあ、問題5はあの先ほども言いましたが会社法の知識と合わせて正当化していただきたかったということで正当可能性高い問題です。では問題6です。 はいえー、内部統制監査ですね。でこれはね正当可能性高いにしていますがなぜ高いかというとこれは「う」が難しいんですがあと「え」が×なんでね絶対×なので、まあ、消去法でいけたかなと。で「あ」の内部統制監査はねこれあ,のあくまでも内部統制報告書っていう情報に対する監査なんで実体監査というのこれはもう絶対誤りだし、ね。でイの 同一の監査人が業務執行社員も同一なんてもうこれ超典型論点ですよね。で「え」の監査人自らがサンプルを選択することはないこれむしろ原則は監査人自らがサンプルを選択しますからねこれは誤りということで「まあこれだから正しなんですねで、の「う」はこれだから正しいんですけどもねこの ちょっと最後のね内部監査人の作業を監査人の検証そのものに変えて利用することはできないこれは正しいんですけどここはねあの意味としては内部監査人の作業をねもうそのまま監査人があの全く監査人がやったものだ そういうふうに丸,丸々利用するそれはできないんですねあくまでも内部換算人の作業が正しいかどうかってね作業の方法とかねそういったあのことを正しいかどうかを検証した上で、えー、それを利用するっていうことはありますけども検証そのものにね、えー、丸々利用してしまうっていうのはできないということで、まあ、意図が丸と、まあ、ここは「あ」と「え」が×だということで正解してほしい問題でしたでは問題7ですね 財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書。まあ、保証業務の話。まあ、これはね、うんと中程度としてますね。で、うん、まあ、なかなかむ中だけど、個人的にはちょっと難しかったなかなと思うんですが。あの、あのね。 えー、固有リスクと統制リスクを結合して評価することは想定されていないということなんですが財務省監査以外の保証業務例えば四半期のレビューとかねそういったことを考えていただくと別にこれ固有リスクと統制リスクあの分けて評価することもあるし、まあえー、結合して評価することもあると、ねえー、もちろん監査とかはね監査は固有リスクと統制リスクを分けるっていうのが、ねえー、分けて評価する。ただあの分けて 分けて評価するでそれとねそれをあの合計したガスあの2つの合わせた概念として、えー、あの重要な虚偽表示リスクというのがあるわけでここはねあのこの意見書概念的枠組みに関する意見書にも、まあ、こういうリスクと統制リスクを分けてまたは結合してと書いてあるので結合して評価することは想定されてないというのは誤りなんですね。うん 「う」まあ、ウか「う」はね、えー、先に行きますけどもこれ保証業務における主題に関して客観的か主観的かとかね、えー、こういったことに関する性格について保証報告書監査で言えば監査報告書に記載するこれはもう求められている「主題の性格」を記載っていうのは過去問出てますからこんなところはやっぱ過去問やってればね、うん、あの罰だというのはわかるということになります。ののこの 主題に責任を負う者およびあのごめんなさい実施者は主題に責任を負う者とか想定利用者になれないとか主題に責任を負う者は想定利用者となれるけれども唯一の利用者となることはできないなんていうのは土典型の論点で、ね「い」が絶対「丸ということですねなでであとまあ A が丸にできればね。 うん、正解はでできたかなとというところですね業務自身がその自らの経験とかね判断個人的な経験をこれもちろん利用して監査をすることはできるっていうのはあの監査のところで勉強したことあると思うんですけどもそれをですね保証業務に適合する一定の基準ですよ基準、ね、基準として用いるってことは、まあ、これは適切じゃないっていうのはこれ正しいので、うん、ここはちょっとね「A の判断が「丸にできたかっていうところと「あ」が×にできたかちょっとここは難しいのでまあ正当可能性中程度と。 個人的にはま間違ってもしょうがないかなとは思っています。はい。では <laughs> 問題8いきましょうえ。監査人の交代ですね。でこれは正当可能性中程度としています。はい。でえー、っとまずねアのところですけれどもあのあはねこれこれはもうまずですね、えー、前年度の、えー、財務諸表の監査報告書を提出したものっていうのはもちろんいいんだけども。 報告書を提出するまでに契約を解除したものはこれ含みますからね、はい、なので「前任監査人」っていうのにはこの解除したものも含まれるということで「あはツです。で「いの」の監査人予定者の指定に関する、えー、通知これはもうまさにそのまんまですからね「イは絶対丸と「はいでえっと。 A がですね前任監査には引き継ぎにあたり予定者の求めに応じて監査役等に提出した実施結果を記載した報告書の写しを提供する場合があるとまあ、ここもね、うん、あの勉強してなかった人でも罰にはできないなっていうことは分かったかと思いますで一方であの昔のことを知らなければううのうがねが罰だというふうにはできたかもしれないですねこれはよう最終的な意見形成の判断過程に関する監査聴取はねこの 予定者の閲覧に供することが求められる調書の範囲に含める必要はないというふうに書いてあって、ここはバツなんですね。はい。で昔はですね、実はこの最終的な意見形成の判断過程の部分は含める必要はないっていう規定があったんですよ。これが廃止されてね、えー、今ではもうあの基本的には。 あの含めないものはあまっていうのは実は環境900の A10 項に例えば監査時間とかね監査報酬等の業務管理のための資料とか、えー、監査法人の中で品質を管理するためにチェックするそのチェックリストみたいなものね、まあ、要は法人内部での,、ね、あのもの資料は含める必要はないと。 いいうことが書いてありますがあの基本的に監査に関するものは含める必要がありますので「う、まあ」ウが×と、まあ、昔のことを知らなければ「ね、う」は×にできたかなっていうところもあって中程度ですけども何とかできてほしい問題だというふうには思っております。はい、では問題9、えー、これも品質管理の問題ですけどここも中程度としています。で あのまあ、これ新しい品質管理基準を、ねまあ、ちゃんと読んでたかというところでまず「あ」のところですね「あの」の、えー、品質目標を設定し阻害しうるリスク、ね、品質リスクを識別評価しでそのに対処するための対応をデザイン適用ということで、まあ、これリスクアプローチ、ね、これはもうあの正しいですよね。はいで はね、分かんなかったかもしれないですけどこういうところはまあ常識的に考えるしかないんですがこの最高経営責任者等に品質に対する説明責任を含む責任を負わせるために監査事務所がデザインし適用する対応には最高経営責任者等の定期的な業務評価の実施は含まれない。まあ、これ含まれないってねあのまあそんなことはないだろうと思えたらよかったかなというところですよね。あと、うのこのこ 外部のサービスプロバイダーが提供する資源を利用する場合にこれね品質管理システムに対する責任は別に免除されないですからここがね、うん、あの同じく適用されるっていうところが分かればよかったというところですね。うん、で、A、の この品質管理システムについて識別された不備の評価で根本原因、ね、の調査を行わなきゃいけないでその目的は、えー、識別された不備の重大性と広範性これ基準上は影響を及ぼす範囲と書いてありますけどまあ一応ね広範性と同義だということで、まあ、A は丸なんですね、うんうん。ちょっとこれはね中程度ですけども個人的には取れなくてもしょうがなかったかなというところですね。はい で問題10いきます。監査査業務に係る審査の問題、まあこれは正当可能性が高いとしていてで,あと絶対なんですね。あの審査担当者が補助者,の補助者を使用するってことこれはもう明確に規定された新し,い話新しくねしっかり規定された内容でここはバですね。補助者を使用することは想定されてますし、えー、と審査をね、えー、完了日以降に監査報告書の発行しなきゃいけないですからこれはもうその。 審査の完了日以降とする必要はないというのが意はもう絶対罰ですからね。まあ、という意味であと意が絶対罰なので、うんうん、まあ、取って欲しかったかなということです。はい。まあウトエはね丸なのでこれはちょっと見てください。あと意が絶対罰です。ウトエはまあ、これ、ね、そのまままあ、今後の、えー、論文対策としてもね、えー、あるいはこ今度初めて担当を受けるとかねいう方にとってもウトエはそのまま押さえとけばいいでしょう。はい。 ではね、問題11に行きます、えー、後半に入りますね。で問題11、えー、これ正当可能性高いんですけどもこれもですね。あの備えるべき資質で。 がねねちちょっと、ね、迷っちゃっとと迷ゃた方もいると思うんですよであのもしかしたらね CPE っていうままね習ってってあの改正がね CPD というふうに変わったということはなんか口頭でしか聞いたことないよっていう方もねあのいると思うんですがまあそれプラスしてですねあのちょっとねこの会計上の28条で確かにこの CPD っていうのは義務付けられてるんですよ。 一方で継続的専門研修制度って CPE も実はねこれもあのまあ会計士協会のホームページなんか見ていただいても書いてあるんですが2004年以降ねうんまあ,あの会計士法で研修を受けなきゃいけない会計士協会が行う研修を受けなきゃいけないっていう条文がそもそもあってだから CPE も 自主規制という言い方もしますけどでも、うん、会計手法に規定されてるっていう話もあってあの法律上の義務だっていうふうにもあの捉えられているのであの自主規制としての CPE があったが会計手法で CPD になって初めて法律上義務付けられたみたいなふうに読んじゃうとなんかねああ罰なんじゃないかなとも思えてるんですが、まあ、ここはね、うん、あのそういうふうな厳密な読み方をするんじゃなくて CPD はこれはもう会計手法 の義務だし、当初ね、えー、導入された時の CPE は自主規制だったというふうに読めばいいので「まあ」はこれ正しいんですね。で「い、えー」イのこのシステムに関する、ね、基礎的な知識と技術,技術的な能力はあの監査人にはいらないなんてこれ過去問でそんな前じゃなく出てますよね。 経営者は誠実でないという想定な。これ、誠実だとも誠実じゃないとも取らないというね。そういう想定ですから。あと、意図が絶対バツなんですよね。はい。で、えーえー、の、この構成不変性は精神的独立性、外観的独立性。これはもうね、えー、最も重要な監査の存率基盤だと。もうこれその通りなので、まあ、11はね、うん、意がバツということで、できてほしかった問題です。正当可能性高いですね。 で問題12がねこれが正当可能性中程度なんですよ、はいえー、正当な注意に関する問題ねでまず「あ」が知らなかったよって話ですよねこれ正当な注意っていうのはこれ、えー、設定当初はなかったかどうかこれねあったんですよねだからまあちょっとここが罰だというのはなかなか難しいと思いますで「い」のこの禁止法監査とかね会社法の監査をするとでうん その監査基準とか会計士教会の実務士、まあ環法とかねそういったものが正当な注意の水準を隠するとまさに、えー、監査の基準に従ったかどうかによって正当な注意を払ったかどうか、ね、っていうのが判断されると,れるということなのでこの「E」はまさに正しいですね。で絵の審査担当者に正当な注意を求められるっこれはもう典型論っていうのはこんな罰ですよね。はいでえー A ですね へのここの会計証のでの相当な注意っていうのが、監査基準における正当な注意に該当するとされというところ、まあ、ここはね、えー、ちょっと知らなかったよって方もいると思うんですね。うん、これはあの正しいんですね。その通りということなのでまあこれも正当化の設中程度で、あと絵で悩んじゃうなというところで。まあここもね。 ただできなくても仕方ないかなたないと言っても中程度で3問ぐらいはね皆さんなんだかんだであの合格ラインとしては取ってくるでしょうからということでまあ正当可能性中程度は6問のうちの3個はね当ててほしいなというところのうちの一つです、はい。では問題13関西役コミュニケーションです。はいで 監査役とコミュニケーションするのはねよく通常講義でも言いますけども問題があった時とか重要なこととかね何かイレギュラーが起きた時っていうのはコミュニケーションしなきゃいけないっていうことでまずあのね不合理に短い期間内に監査を終了することが求められてこんなのは大問題ですからこれコミュニケーションしなきゃいけないと。で除外事故付き意見の文言の草案についても報告する必要ねありますからこれはバーツです。はい、で査役と,とコミュニケーションするにあたって別に事前に 経営者とか、ね、内部監査に関する従事するものと協議することはこれは別にありますと。うん、で、えー、と絵のねこの双方向のコミュニケーションが適切に行われたかっていうのを裏付けるために特に追加的な手続きを実施する必要はないという規定有名な規定ありますよね。なのでこれはツということでまあうんと「意」と「絵」が絶対ツですからね、えー、これもできてほしかったというところです。はい では問題14、この辺ずっと正当可能性あの19まで高いでいきますからね、はい、問題14、法令の検討、うん、まあこれもですね、すで、えー、に、ね、認識されている違法行為とか違法行為の疑いがすべて監査人に示された旨の経営者確認書の提出を要請というのは、これはもうあの基準のそのままなんですよね。はい えー、監査人にはね重要な権利表示がないことについて合理的な保障を得ることが求められてるのであってこれはまあ不正によるか誤謬によるかは問わないとで、えー、企業の違法行為に対してはあ防止に対しては責任を負わないだから、えー、違法行為の全てを発見することが期待されてるわけでもないともうこれもその通りということで、まあ、あと「い」でね、えー「丸ということで取っていただければよかったかなというふうに思います。あとははですね、まあ、監査人は この違法行為を識別した場合ね、後半、違法行為に関連する重要な事項についての経営者監査役等及びその他のものの協議事項まで記載をこれ監査徴収しなきゃいけないのでまあ「うわあ」わそこがバツと×と、まあ、ちょっと前難しいかなと。で「え」のこれですね、A、財務省上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼさない。 これはだから、いわゆる講義でいうところの B. の法令ですよね。A. じゃなくて B. の法令。この場合は、別にその法令、法令を遵守しているかどうかについての十分かつ適切な監査証拠の入手は不要ですから。まあ、A. は罰というのはわかると思います。うん、まあ、ここはあと E. が丸ということで取っていただきたいという問題でした。はい。問題十五もね、もうずっと正当可能性が高いですけれども。問題十五のリスク対応手続き、これはですね。あの。 まあ「あ」と「う」が「丸だっていうのはまあそのまま見ていただけばいいんですけども「い」と「え」が絶対バズなんですよ。でいのこうね 実証手続きを実施することなく運用評価だけを実施する監査アプローチは認められない。こんなの大嘘ですよね。運用評価だけオッケーですし、あとね A の特権リスクに対して実証手続きだけやる場合は詳細テストを含めなきゃいけないと規定されてましたけども、分析的実証手続きを組み合わせるなんてこれは大嘘ですよね。ということで、まあ意図 A が絶対罰なんで問題15も取って欲しかったと思います。で問題16 正当可能性高い問題こうあの正当可能性高いこうですけどもここはえっ、ー、とあのねえー、売掛金の確認をやって評価の、まあ、評価の適切性評価の妥当性で、ね、ここの証拠って得られないですよね売掛金確認上送ったら相手先の支払い能力分かんないですからね貸し引きがいくらかなんていうのは分からない正しい貸し引きがいくらかなんていう情報は得られない。評評価価のの妥当性、性、適切 適した監査職は得られないということと「う」のですね改革金の過小形状の有無つまり少なさすぎるんじゃないか網羅性ですよね。ということは帳簿にある改革金を検討して帳簿にあるものの裏付けをとってもそれは改革金の実在性を検証できるだけで他に改革金に形状すべきものがないかなっていうのを確かめたい時は、ね、請求書とか。 その後の後支払い記録とかそういったものの検討ですから「う」も絶対ツということで「まあ、あとう」がツなんでねこれも「い」まあ、イは「い」と「え」は絶対これ丸なのでただ、まあ、エ,がエなんかの判断ちょっと難しかったかなっていうのもあるしうんまあ「い」もねうん読んでみて、まあ、常識的に判断するしかないってところもあるので「まあ、あとう」がツだということで取ってほしかったという問題です。はい では問題十七いきましょう。会計上の見積もりの監査。まあ、これはね、議論があって正当可能性中程度かなっていう話もあったんですがうーん、うが難しいんですけどね。ただ、あといが絶対罰なんですよね。まず会計上の見積もりの不確実性が高い場合は特権リスク。こ,んなこ,れ,こ,れ,よこれよくある典型的なひっかけですよね。あの会計上の見積もりで不確実性が高い場合には特権リスクがあるかどうかを判断しなきゃいけないということであって、 必ず特権リスクにしなななきゃゃいいいけないわけわじゃないと、ね、あの通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引みたいに必ず特権リスクってわけじゃないんでしたよねここはね有名な話。あと許容範囲の話で想定される結果の全てが含まれるとこれも大嘘ですからまあそういう意味でねうんあと以外。 罰で「う」できれば良かったかなとでうあの絵は丸なんですよで絵は丸で、ね、見ていただけばいいんですが「う」がねちょっと迷ったという方もいると思うんですでこれ「訴求的に検討する」ね可年度の会計上の見積もりの確定額去年の見積もりが今年どう確定したかっていうのを検討する、ね、これバックテストなんて実務的に言われてるんですけどもでその場合ね今年の確定額と去年の見積もりとの差の金額は「 虚偽表示があったことを示すこともある。あれどうかなと思ったかもしれないですけど、これね、必ずしも虚偽表示、差があったとしても虚偽表示を示すものではないって基準があるわけです。ね差があったとしても別に、ね、その当時点の最善の見積もりをしていれば、別にその結果として確定額とその去年の時点における見積もり額との差が出たとしても、それは問題ないと。ただ、あの場合によってはね、 うーんその去年の見積もりがあの明らかにね、えー、間違ってるっていうことで虚偽表示を示していることもあるっていうふうに書かれている基準なので、まあ、ここをね丸にできたかどうかっていうのはちょっと難しいと思いますが、まあ、問題17は「あと」「い」で切ってほしかったということで正当可能性高いにしております、はい、では次に問題18です。 問題18はですね監査報告書に関する問題でこれも正当化性が高いんですけどもやっぱり「あと絵でね丸だ」というふうに言ってほしかったかなとこのこの「この独立監査人の監査報告書」という表題は、ね、独立性についての我が国における職業理に関する規定の全てを満たしているってこれも何度もね過去問でも出てますしあとですね「絵の」 この継続企業の中期がある場合ね、えー、監査報告書に継続企業の前提に関する重要な不確実性区分を設けるとで注意喚起するっていうのもまさにその通りなんで、まあ、ここはね、あのー、大丈夫かなと思います。はい、で「い」と「う」もね実は典型論点でこの意見を表明しない場合だってもね、えー、監査人の責任は意見表明だっていうことの記載は求められていますんで求められてないというのは罰だし「有の協調事項に関 記載した事項はカムに該当する監査中の主要な検討事項に該当する場合は、これカムの方に書くんですね。カムの方に書いて、さらにカムの中で強調したりするって話なので、うも、このね、どちらの区分に記載するか判断じゃなくて、カムの方に書くということで,罰で、バツ、うん、です。いうことになります。はい。で、問題19、えー、今度は除外事項付き意見。まあ、これもですね、まあ、アセト可能性が高いとしたのは。 あ,のあと A がやっぱ罰なんですよね。つまりあの除外事項付き意見を表明する場合は開示すべき情報で開示されない事項があったらあの基準上ね法令で禁止されてないい,いなければ、まあ、法令で禁止されてない限り監査報告書に記載するって書いてあるので記載する必要はないっていうのが誤りだしあと絵のですね 1一つの監査報告書で複数の財務報告の枠組みに基づいて作成された財務諸表に対する意見を表明する場合に別に片方に無限っ適正意見で片方に別の意見ってことはありうるので同一の意見を表明しなきゃいけないっていうのもこれも誤りこれも環境700の A30 項2あたりに書いてありますからね。はい、で一方でえー、っと「い、e」のね除外事項付き意見を表明する場合は 除外した不適切な事項だけじゃななくてその除外ななぜね除外事項を付した限定意見としたのかっていうね、えー、なんで、えー、こう不適正意見とかね、えー、無限定適正意見じゃなくてその間の限定付き適正意見としたのかっていうことの理由を書かなきゃいけないっていうのはこれはね監査基準の改定で、えー、令和に入ってからの改定ではっきり書かれてますからね「意、えー」のところこれもあこれは正しいと。 で「う、えー」ウの、えー、ここはねちょっと知らなかったかなとも思うんですが定性的な中期に関する重要な表示がある場合はそれを除外事項とまあ中期が間違っててもそれは除外事項ここはいいと思うんですね。でその内容を監査報告書に記載とまあ間違ってる内容を記載するっていうのはねあの監査論の常識的な考えからすれば丸だということで丸にできればよかったかなというふうには思います。はい、では最後 問題20ですね監査ににおけるる不正リスク対応基準に関すす問題で,すでこれは中程度にしているのはまずね「あ」のところで、えー、これは大丈夫かなと思うんですけども「不正リスク対応基準は」は、えー、禁止法に基づいいいててて開示を行っている全ての会社でではないですよねこれ非上場会社のうち資本金5億未満とかね売上10億未満かつ負債200億円未満の会社には適用しないちゃんと書いてありますから「あ」はできるかと思います。 でえー、っと「いの監査人は経営者の関与が疑われる不正を発見した場合は速やかに経営者に問題点の是正等の適切な措置を求めた上で監査役等に報告しなきゃいけない、まあ、ここがね、まあ、誤りというふうにできたかというところですよね。であの一方でこれ「う」と「へのまず「う」のね試案期レビューにあたってこの 重要ごめんなさい疑義に相当するものがあると判断した場合は不正リスク対応基準ではなく四半期レビュー基準に従って追加的手続きを実施ということでここはまあ分かんなかった方もねなんとなく四半期には不正リスク対応基準が適用されないっていうことをご存知であればじゃあ四半期レビュー基準に従うしかないよね ということで丸にできれば良かったかなというふうに思いますし、絵の、えー、このね視察する状況があった時に合理性経営者の説明に合理性があると判断して疑義、えー、がないという場合は監査長書に記載しなきゃいけないこれはもうそのまんま不正リスク対応基準の設定全部にありますから、まあ、そういった意味でですねまあこのウと絵が絶対丸なので個人的にはねまあ。 うが難しいとはいえども生徒可能性中だけどもできてよかったかなとは思うんですねできてほしかったかなというところまあちょっとねい、えー、も若干難しか若干というか難しかったということがあって正徒可能性は中にしていますということでまあちょっとねざっとですけども全体を見てまいりましたはい、えー、で、えー、まあ改めてねやっぱり生徒可能性中としたところは正直簡単じゃないですよ。 ね、だからあのまあ濃くかなとも思うんですよ6問正当可能性中があって、まあ、2問ぐらいしか取れなかったよという方もねあのいると思うんですがまあそうだったら何とかよく言えばね正当可能性高いという13問を全部取っていただくあのまあなんだかんだ言ってね担当式試験難しいあの厳しい戦いではあることには間違いないのでまあ合格ラインとして。 えーまあ、これだけ取っとけばあ、ねえー、合格はできるんじゃないかというラインはやっぱりね70ではなくて75というふうにしております。ということで改めてちょっとね画面上この全体の、えー、回答とね正答可能性をこう映しますので是非、まあ、ね、えー、これを参考に、えー、正答可能性の高い問題は、えー、その13もありますけれどもそのうちの 12問取って欲しい中程度は6問ありますけれどもそのうちの3問取ってほしいということで15問ということで、えー、判断しております。 はい、ということでねまあまあちょっとね、えー、終わったばっかりでねなかなかあの気になる点もあるでしょうしまたあの論文のまでの間ですね、えーとまあ、12月担当だからね発表は1月で、えー、その後、まあ、あの7ヶ月ぐらいありますからまだ期間はあるんですけれどもちょっとね発表までなかなか気が気じゃない方もいると思いますがしかも正月とかね挟みますからね。ただ、あのまあ、冷静にですね、えー、まあ、あの、 仮にちょっと自己採点でもしかしたらちょっとギリギリダメかなとかね思う方だあったとしても何点になるかっていうのははっきり言って分かんないですよ責任放棄するわけじゃないけれどもこれあの発表になるまで全然分かんないですから是非ね諦めずに、えー、あるいはすごい点数が良かった方はね逆にそこでこうギリギリの方に追い抜かれないようにですねあのどん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 ね皆さん頑張ってきますからあの油断することなく発表までね えー、なんとか淡々と勉強をね続けていただきたいと思います。え、はい、監、え、査、ー、のね以上になりますので是非復習していただいてあのこの担当で出た問題っていうのは実はね論文でも同じような問題が出る可能性もありますんでね是非、えー、よく復習をしておいていただきたいというふうに思います。 はい、えー、それではね。監査論の令和六年第一回担当式試験十二月実施。二千二十三年十二月実施の回答速報。これで終わりにしたいと思います。どうも皆さん、お疲れ様でした。